では今から実際にナクロスをやってみるので外へ行ってきます。あれ、ほっ、はあ、外にやってきました。今からラクロスをやっていきたいと思います。今から4つの練習をします。パス、キャッチ、シュート、ダッチ、この4つをやっていくからみんなも見てみよう。今からパスの練習をします。パスはラクロスでとっても大事だからみんなもよく聞いてね。パスの投げ方を説明します。それではこちら。まずは横から見た写真を説明していくよ。ボールは頭ぐらいの位置、そして上の手が耳、下の手が顎ぐらいに来るようにみんなも持ってみよう。次に真正面からの写真を見てみよう。体を少し斜めにして背筋を伸ばす。この姿勢で投げていこう。さっきも言ったように下の手は顎、上の手が耳、そしてボールが頭ぐらいの位置にあるね。パスを投げていきたいと思います。さっきも言ったように相手に対して体を少し斜めに立って背筋を伸ばして、下の手は顎ぐらい、上の手が耳くらい、そしてボールを頭ぐらいの位置に置いて投げていきます。楽しいな。楽しい、ワクワクしてきた。じゃあ何回か速いパスを投げてみるね。お力強く相手にパスを出そう。ちゃんと耳当てに置いて力強く、はっ、頭のところにボール、上の手は耳、下の手は顎、そしてパスを投げる。今からキャッチの練習をします。キャッチとは相手からのパスをこのクロスで取ることです。キャッチをする時の構えは写真のように腕を前に出してクロスの頭を少し前に傾けます。横から見るとこんな感じです。今の説明をもとにキャッチをしていきたいと思います。キャッチをする上で大切なことはしっかり相手の名前を呼んで、そしてもらいたい場所をしっかり言うことです。今から手伝ってくれるのはここにいる昴生くんです。昴生くん、はい、昴生くん、ここ、ナイスパス、はい、昴生くん、ここ、ナイスパス、はい、昴生くん、ここ、おお、
違うやねんか言った場所と。おい、お前舐めとんのか。お前次に前横後ろに動きながらパスをやっていきたいと思います。まずは前に動きながら、動いている時もしっかり投げ方を確認しながら練習しよう。次は後ろに動きながら、この時も投げ方は変わらないよ。最後は横に動きながら、しっかり投げる方向を見て投げることが大切だよ。次は動きながらのキャッチです。はい、コウセイ君。はい、お願いします。動きながら取る時も取り方は同じです。腕を前に出して取るときはクロスを自分の方に引きましょう。はい、コウセイ君。はい、お願いします。はい、コウセイ君。はい、コウセイ君。